熊坂敵山、乱帝局水図、熊坂敵山は、江戸時代後期の難画家。縄助広、自は千由、ね、通称は、床三郎。号は、敵山の他に涙間、敵山、元清、潜水など、道の下手の生まれ。敵山の聖火、熊坂家は、伊達穂原市流村の名家として知られ、かつて、谷文長と交流した儒学者。 熊坂大衆を輩出した。敵さんの父は、酒造業、養産業を営む不祥であり大変教育熱心であった。実定の熊坂乱祭は、乱学者となっている。敵さんも、幼少の頃よりが苦問、を学び、文化4年、正木藩が柳川に天保になった時、過労にして、画人の柿崎破綻に指示し、涙まとこした。 波京からは、写生を基礎とする画の基本を磨き、死が、江戸地に戻るとき、その紹介で、京都の浦上春金に入門し難画を修行。その後、文後の田野村築伝にも、画法を学んでいる。天保十五年、正木藩の御用絵師に百五十国で迎えられ、後に環状法役人にと登用され、晩年には、江戸屋敷詰めとなった。源氏元年九月、福山で死去。 去年70。課長が、人物が、山水画と、多彩な画材を持ち、有品が多い。乱亭曲水図は、福島県指定文化財となり、代表作とされる。詩文、書にも優れた。ありがとうございます。